はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはらです。はい、今日はですね、こちらですね。うん、はい、マイグムでいいのかな、これ。マイグムの新幹線 GO っていうですね、ソフトキャンディーがあったので買ってきました。ケースは全4種、ソーダ味みたいですね。うん、ここにですね、全部ケース揃ってますけども、うん、ドクターイエローと E5 系はやぶさ、E6 系小町、E7 系、うん、輝きがラインナップでございますね。うん、全部買ってきたね。うん、あ、ごめんなさい。今日もまたですね、顔なしです。うん、はい。すいませんね、うん。ちょっともう下着になっちゃって、下着じゃないな。もう寝る姿になってるもんでごめんなさい。うん、着替えろって話かな。じゃあ早速開けてみましょうか。はい、じゃあこのドク、じゃあエイシン君は何開けますか。うん、じゃあエイシン君はこのドク、小町とE7系開けておいてください。はい。パパはこのドクターイエロー開けますね。つなげるんだよ。そうなんだよね。後ろ側にこれこういうですね、連結のパーツというかデコボコがあって、これをですねつなげられるみたいだね。うん、これはここが蓋になってるみたいだね。これちょっと、うん、ああこういう風に引き出すわけだ。そうだね。なるほど。ソフトキャンディーっていうんだからハイチュウみたいな感じかな。ちょっと一個だけちょっと食べてみるね。はい、いただきます。はい。うん、あ、そうだ、ハイチュウと一緒。うん、美味しい。うん、うん、かやぶさは同じね、きっと同じですね。じゃあこっちも食べてみて。うん、食べてみて。はい、じゃあ細かく見ていきましょうか。こちらがドクターイエローですね。すごくよくできてるね。うん、うん、こういうさ、食玩系のおもちゃっていうのかな、わかんない、模型にしてみたらすごくいいと思うこれ。うん、うん、はい、そしてこちらがはやぶさですね。これもいいじゃん。うん、すごくいい。うん、うん、かっこいいね。うん、いい動き、はやぶさってここに書いてあった。そしてこちらがいい色系小町ですね。うん、やっぱいいね。うん、うん、乗ってみたいね。うん、そしてこちらは乗ったことのあるE7系だね。うん、はい、E7系も良かったね。うん、懐かしいな。あ、E7系輝きてちゃんと書いてあった。あ、よかったよかった、さっき合ってたね。では早速ですね、ちょっと連結させてみましょうか。うん、小町とはやぶさがいいかな、やっぱりね。うん、こうやって連結。あ、ガチャン。あ、できたできた。ついた。あ、これでいいんだ。うん、あ、本当はさ、でもさ、こうじゃないよね。こうだよね。うん、まあいいか。うん、もうこうやって持ち運びできるわけだ。でもちょっと危ないから気をつけないと、こっちも開いてこっちも開いたらさ、ちょっと大変だね。はい、エイシン君がE7系輝きとドクターイエローくっつけてくれました。これは確実に変だね。そうだね。あ、完全になんか変だよね。うん、でもこの E7 系いいな、やっぱこのゴールドのラインもちゃんとできてるし。はい、ということで今回はですね、新幹線 GO チューイングキャンディー、これをですね紹介しました。今いろんなところで売ってると思いますね。うちの近くのヨカドでも売ってたし、いろんなスーパーで売ってると思うので、気になった方はですね、ぜひチェックしてみてください。うん、はい。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。